どうもこんにちは、ドラムの今井義則です。今日はですね、ヤマハから出るこのドラムの新製品 EAD10 について説明していきたいと思います。こちらの機能を簡単に説明しますと、生ドラムの音色をこちらのバスドラムについているトリガー機能付きのマイクで情報を拾って、こちらのモジュールに送って、そこでエフェクトをかけたり内蔵ドラムの音を足したりすることができます。プリセット音色が50音色入っていますので、その中からいくつか紹介していきたいと思います。どうぞ。リバーブ、エフェクト、トリガーのかかり具合を演奏しながら変えてチェックしていきましょう。いかがだったでしょうか。今日紹介した音色以外にも本当にたくさんの音色が内蔵されていますので、ぜひご自分で見て触って確かめて、一人でもたくさんのドラマーに使っていただけたらと思います。今井義則でした。